レギーネが空のジョロを手にエングストランの入るのを遮っている。何の用？そんなにどんどんさせないでよ。あんた母さんのことをそんな風に言ったらぶってやるから出て行けって言ってるのよ。ようこそ。いらっしゃい。相変わらず時間厳守ね。下ばかり勝手な振る舞いをする。外国で見聞きしたものすごい不道徳について話して聞かせるの。え、そう。そういう話は信用できますよ。彼らの中にはその道の通もいますからね。息子が私のために口を開いてくれる。哀れな人だ。覚えているでしょう。あなたは結婚して1年経つか経たずに崖っぷちギリギリのところまで来てしまう。あなたの義務とは一旦選び神聖な絆で結ばれた夫に従う。それだったんです。確かにあれはあなたの力だった。あなたはいつだって恐ろしく頑固な心の持ち主だった。あなたにお話しなければならないことがたくさんございますよ。私自分の女中がこうささやくのを聞いたのよ。話してください。話してください。侍従様、侍従様、話して、話して。一体レギーネ、あの子が、あの、侍従アルビングを敬い愛すべきかどうかということ。しかも父親への崇拝はあなたが手紙で植え付けたものでしょ。前代未聞だ。そうかしら。胸に手を当ててみて。私が言いたいのはこういうことなの。この胸の中に住んでいる幽霊みたいなものをどうしても追い払えないからだってこと。何です、それは。私まるで幽霊にでも出会ったような気がした。それではまた後で。こんな恐ろしいこと考えられる。かわいそうな坊や、どうしてそういうことになったの？ええ、僕は生まれた時すでに虫食い状態だった。それで、わかる気がするわ。今はね、外で人が叫んでおります。何事だ？あの明かりはどこから来るんだ？孤児院が燃えています。燃えているわ。カツだってそんなバカな、今あそこにいたばっかりだ。申し訳ない。いずれ委任状をお送りしますから万事よろしいようにね。私にはもうどうでもいいんですから。じゃあ、おいとましましょう。何事も行き着く先は義務、義務、私の義務、あの人の義務、そしてお母さんは。ええ、奥様、私今すぐにここを出てもよろしゅうございます。本気で言ってるのね、ギーネ。はい、オスバルが父親に言うなら私は母親に。ちゃんとした家の娘として育てることもできたんです。お父さんのこと？そう、お父さんのこと。一緒に話をしよう、お母さん。いいわよ。それはね、命をあげたのよ。お返しする。なんて気持ちのいい朝でしょう。お日様が照って。目はどんより空を見つめている。これは何？
太陽。太陽！それはお断りいたします。あなた、それには奇跡中の奇跡が現れなければなりません。奇跡中の奇跡というのは何だい？それは中の奇跡。